大晦日に放送される第69回 NHK 紅白歌合戦で赤組司会を務める女優の広瀬すずが30日にアメブロを更新、本番を前に心境を明かした。広瀬はこの日、2018年は私にとってすごく大きかった1年になったような気がします。20歳にもなり、この作品があったからというくらい大きな作品に出会えた年と1年を振り返った。そして大晦日には紅白歌合戦が待っております。人生初の司会を手柔らかにお願いします。普段普通に喋ってるだけでずっと噛んでいるのにどうしたらいいのよと不安な様子を見せた。でもリハがすごい楽しかったので、なんか余裕が少しとつづるも、ここで調子乗らないようにします。笑いと気を引き締めた。大晦日に仕事って憧れてたので、それがすごく嬉しいと喜びをつづり、おっしゃーアーティストの皆さんを、特に赤組を応援したいと思いますと意気込みを語り、平成最後の紅白ぜひテレビの前でご覧ください、よろしくお願いいたしますとアピールした。続けて、私の大切な皆様、今年もお世話になりました、心から感謝しておりますと感謝を綴り、来年は朝ドラ始まります、そして映画の公開もあります、これからも皆様に応援してもらえるように強く、大きく、たくさんのものを感じながらまた頑張りますと決意を述べ、皆様にとっても楽しいことがいっぱい、笑える時間がたくさんありますように良いお年を、とブログを締めくくった。この投稿に読者からは、紅白司会、ファイトです。今年最後は紅白で、すずちゃんを見れるの嬉しすぎる、朝ドラも楽しみですなどのコメントが多数寄せられている。